じいさん。ようやく総隊長の、もはや戦力に数えられる隊長は君一人だ。君が倒れれば五艇十三隊は文字通り崩壊する。終わるなよカワッパ。この足を切れると思うてか。すでに切っている。ふざけ。ハイゼン宗助捕らえたり。本当に私の腕なのかい。これも完全催眠じゃというか、腹に刺さった残白刀の霊圧を読み違うことなどない。炎熱地獄。お主の今までの戦いその全てが老解結構。お主にはわしと共に炎熱地獄で死んでもらう。早う急がれ。他の大使たちは皆覚悟はできて一矢持って大役を中止。嘘だじいさん。なぜ竜神弱火の炎が消えた。他の全ての能力を捨ててただ一点のみに特化させれば、その最強にも対抗。ワンダーワイス、ワンダーワイスマルジェラ、エスティンギル。ワンダーワイスの役割は君の竜神弱火を封じること。ワンダーワイスは言葉も知識も記憶も全ては宝玉の意志だ。ワンダーワイスが全てと引き換えに手にした能力の前に君はなすすべ。竜神弱火を封じればわしを撃てると思うてか。わしより強い死神が千年生まれとらんか。念したつもりはなかったんじゃがの、息のいいやつじゃわい。読み動作がないの、改造というだけのことはある。お主の攻撃は一直線すぎる。なんじゃ、しまいか。総括。哀れ、感情は削り取ってもらえなんだか。ホローとなった魂に意味などない。そこに意味を与えてやることの何がむごいという。その魂を粉々に打ち砕いた君の方こそ。そうして言葉を軽んじる君は私の言葉を聞き逃す。エスティンギルは竜神弱火の炎を封じるためだけに作られた。あったはずだ、すでに刀から放たれた炎が。ん？さあその炎はどこへ。己の発した力のすべてが無差別に一瞬で炸裂すれば、あれほどの爆炎をこれだけの被害に抑える。君がその身で抑え込んでいなければ、地の張った脆弱な結界など消し飛ばし、君のおかげで私の世界は守られた。山本源流祭、君には殺しはしまいなどと私の剣でとどめを刺そう。波動の96一刀火葬。